高根島の内の裏トンネル。途中まではコンクリートで被覆されているが、その奥は素彫りであった。2014年から2015年にかけて、拡幅回収されたため、蒸気の構造は減損しない。トンネル、水道とは、地上から目的地まで、地下や海底、山岳などの土中を通る人口の、または自然に形成された土木構造物であり、 断面の高さあるいは幅に比べて、軸方向に細長い地下空間を言う。1970年の OECD トンネル会議で、計画された位置に、所定の断面寸法を持って設けられた、地下構造物で、その思考法は問わないが、仕上がり断面積が2平方メートル以上のものとすると、定義された。人口のものは、道路、鉄道といった、交通路や水道、 電線等ライフラインの付設、鉱物の採掘、物資の貯留などを目的として建設される。日本ではかつて、中国語と同じく水道と呼ばれていた。常用漢字以外の文字が使われているために、第二次世界大戦後の漢字制限や、用語の簡略化、外来語の流入などの時代の流れにより、今日では、一般的には、トンネルと呼ばれるようになったが、 トンネルの正式名称に水道と記されることも多い。鉄道や道路のトンネルには入り口、出口が決められており、起点に近い方が入り口となっている。新幹線で例えると、東京寄りの高校が入り口であり、その反対側が出口である。山岳地帯においては、地上の地形に関かかわらず曲線、つづら折れ、勾配を減少させ、自動車や 鉄道の高速走行や大量輸送が容易になる。また、強風、積雪時の通行規制を減らすことができる。高校付近を除いて、景観を損ねず、森林破壊にもつながりにくい。海底トンネルや水底トンネルであれば、大型線の通行に影響がないといった長所が挙げられる。特に急峻な地形が連続する地域では不可欠な設備である。 その一方、短所もある。トンネルに作用する土圧や水圧のため断面積はあまり大きくはできず、通行する車両には車両限界が設定され、従って輸送能力に制限が加わってしまうことが多い。また、断面積を大きく取るほど掘削に要する費用も増大する。地質によっては、崩落を防ぐための補強で建設費がかさむことがある。 掘削作業によって地下水脈を寸断し周辺地域の渇水を引き起こすなど地下水位に影響を与えることもある。長大トンネルにおいては換気が困難で空気が汚れやすい。また十分な酸素が供給されないと乗客の健康を脅かし車両の走行性能も低下する。火災時に地酸化炭素などの有毒ガスが溜まりやすいことや 場合により危険物積載車の通行が規制されることもこれに起因する。また海底トンネルや水底トンネルは内部の湿度が高く車両やトンネル内設備が腐食しやすい。長野水道を。1885年完成トンネルは世界各地に古くから人間の手によって作られてきた。トンネルの歴史は古く灌え用水路として古代に作られているが 紀元前交通路としての建設は、紀元前2000年頃にユーフラテス川の過程を横断する歩行者用のトンネルがバビロンに作られたのが最初とされている。また、古代ローマや古代ギリシアには数多くのトンネルが作られ、現在に至るまで使用されているものも存在する。日本では近代までトンネルは発達せず、1632年に、 現在の金沢市で着工された辰巳用水が日本最初のトンネルではないかと言われている。代わりに峠道が発達し、五街道をはじめ各地で整備が行われた。交通路のトンネルとしてよく知られるのは1764年頃に前回が二十数年の歳月をかけて土と飲みだけで完成させたと伝えられる矢場系の青の道門がある。 機械動力のない時代、あるいはその確保が困難な場合、トンネルの掘削は、ツルハ橋やノミなどの器具を用いた人力に頼るしかなかった。日本においては、青の道門や中山水道が、その端的な例である。近代になり、鉄道技術が発達すると、ヨーロッパにおいて、鉄道を通すためのトンネルが多く作られるようになり、著しくトンネルの掘削技術が向上した。 イギリスではトーマス・テルフォードやロバート・スチーブンソンなどの優れた技術者が多く誕生した。ダイナマイトが発明されるとこれを用いた葉っぱによってトンネル建設の効率は飛躍的に高まった。さらに様々な建設機械、広報の出現によってトンネル技術は21世紀になっても進化を続けている。日本最初の西洋式トンネルは 東海道本線の神戸市内にあった石屋川、水道である。1871年完成。天井川であった石屋川の下をくぐっていたが、同区間の高架化により消滅した。また、日本人技術者のみで最初に作られたトンネルは、東海道本線の大津市内にあった大阪山水道である。1880年完成。新線切り替えにより廃止され、 名神高速道路建設などにより、部分的に消滅したが、東側の高校が現存する。焼いた候補を掘削した壁面に、焼いたという木板と呼ばれたや鉄板と呼ばれるを当てがい、四歩行という支柱で支え、その内側をコンクリートなどで固める、巻き立てによって仕上げる。日本では1980年代の東北新幹線。 上越新幹線建設までこの方法が取られていた。しかしながら、事前調査の不足も重なり、特に、蔵王トンネルでは、後期が3年伸びたほか、中山トンネルでは出水の連続から、多数の迂回港建設や300機を超える、直上ボーリングの実施が必要となり、走行費が膨れ上がり、開業後の速度制限をももたらした。 今後の新幹線や高速道路にますます必要となる長大トンネルには技術的に不足があるのは明らかであった。これらが転機となって、その後は中山トンネルの一部で施行されたナムが主流工法となり、それまでの経験工学からの転換という意味合いを含め今までの工法として在来工法とも呼ばれる。シールド工法、シールドマシンを用いた工法、 日田トンネルは、t b m 工法によって試行が行われた、t b m 工法トンネルボーリングマシンを用いた、工法。新オーストリアトンネル工法、ナムとも言う。掘削した部分を素早く吹き付けコンクリートで固め、ロックボルトを岩盤奥深くにまで打ち込んで、地山自体の保持力を利用する工法。開作工法をオープンカット工法とも呼ばれる。地表面を掘り下げて、 トンネルの構造物を構築し、後で埋め戻す工法。地表面に近い部分や、駅のように、大規模になる、施設の構築に用いられる。初期に建設された、地下鉄では、主流の工法であったが、1970年代以降は、地下鉄網の拡充からより深い位置にトンネルを、建設せざるを得なくなり、駅部分を除いては、シールド工法が主体となっている。また、 改作工法にシールド工法を組み合わせた工法としてオープンシールド工法がある。新米トンネル工法複数の計損を皆底に沈め、これを接続してトンネルとする工法。トンネル工事は労働基準法等の法令により、校内労働として規定され、就業制限や安全衛生について一般の作業場とは異なる規制が設けられている。道路トンネルの例。 両端の出口を低くする逆 V 字型の勾配になって、おり、自然排水が可能になっている。道路トンネルの例。大規模火災事故発生の歴史があり、入り口に信号機を設けている。鉄道トンネルの例原駅としては、日本最古の鉄道トンネル、清水谷トンネル。神奈川県横浜市と塚区品野町側河川下線トンネルの、例用と別では、道路や、 鉄道の交通用トンネルの他に、灌漑や、水力発電用の水路トンネルや、鉱山の鉱道もトンネルの一種に数えられ、大都市で建設される、共同工や、地下街、地下駐車場、地下鉄も、工技のトンネルとされる。場所や広報による分類では、山岳トンネル、シールドトンネル、都市トンネル、改作トンネル、沈貝トンネルなど様々な形態がある。 山岳トンネル山を貫通するように掘られたトンネル。トンネル中央部を高く、両端の出口を低くする逆 V 字型の勾配とすることで自然排水が可能である。ただし、立地条件などから型勾配となっているものも少なくないがこれでも自然排水は可能である。都市トンネル都市の建造物の中や地下を通るトンネル。首都高速道路における。 トンネルのほとんどや地下鉄の多くはこれである。滑走路等を避けて空港の地下を通るトンネルもある。傾斜は周囲の構造物などによって大きく異なる。水底トンネル川底や海底に掘られたトンネル。構造的に中央部が低くなるため排水を機械的に行う必要がある。水中トンネル例えば水族館の水槽の中などに作られた 干渉用の通路で、アクリル樹脂などで透明になっていて、トンネルの外の水中を眺められる構造になっている。道路トンネル自動車用自動車用の長大トンネルには、大規模な換気設備や、非常ボタン、消火設備、非常電話、非常停車帯、避難用トンネルなどの防災設備が設置されている。また、日本においては、道路法で、 長さ5000メートル以上並びに推定、水際の道路トンネルは危険防止のため危険物、積載車通行が禁止されている。最近建設されるトンネルは、車同士のすれ違いができる、要、2車線を確保できる、断面積にする場合が多い。2車線未満のトンネルは一方通行や、片側交互通行、車両幅制限、大型車の通行規制などで対応する場合がある。 高速道路や主要道路を中心に、ラジオの再送信を行っているケースもある。なお、トンネル内で、交通事故や火災などが発生した場合、すべての放送局の再送信を休止して、緊急時の正しい行動を周知する放送を流す。これは、再送信しているすべての周波数で同じものが流れる。トンネルの入り口手前に、一般道路、高速道路問わず、 信号機を設置している場合がある。また、高速道路では、トンネルの長さなどに関係なく必ずすべてのトンネルの入り口に、トンネル情報表示器が設置される。長大トンネルでは、トンネル内にも設置される。歩行者用自動車用のトンネルにおいて歩道が設置されている場合、排気ガス対策から自動車用のトンネルとは別に、並行して、 トンネルが設置されている場合がある。関門トンネルでは、人道用と車道用とが2層になっている。また、歩行者専用に、地下道が設置されている場合、道路や鉄道を立体的に横断するために、地下横断歩道が設置されている場合がある。鉄道トンネル鉄道用のトンネル。鉄道トンネルでは特に、単線のものを単線トンネル。 伏線のものを伏線トンネルと呼ぶことが多い。換気が困難な長大トンネルや、特に列車運転頻度の高い線区のトンネルは、早くから電化されている。また、鉄道は勾配に弱いため、山の斜面を標高の低いところから掘り進んで建設する必要に迫られることから、全般的に見て、道路トンネルよりも長大なものが多い。電化を前提としていない古くから、 ある鉄道トンネルでは、電化の際に建築限界の小ささから通過できる、車両に制限がかかったり、河川などの必要なスペースが取れないため、問題となる。解決策として、断面積の大きい新トンネルを掘削し、旧トンネルを廃止したり、複線化の際に単線トンネルを掘削し、路盤を下げるなどで、旧トンネルを改良し、 単線トンネルを2本並べた形にする方法がある。また、複線化と電化を同時に行い、新線に複線トンネルを新設する場合も多い。なお、鉄道車両の高速化に伴い、トンネル引き圧波などが問題となったため、トンネルの出入り口付近に少しでも圧力変化を穏やかにするための構造を設けている場合もある。水路トンネル水路用のトンネル。 運河において山を避けてトンネルを掘り船舶の航行が可能なトンネルがある。河川では洪水を避けるためなどに掘削された河川トンネルがある。用水路では暗渠も参照。また、下水道についてもトンネルが用いられる。下水処理場そのものをトンネルに設置した例もある。貯蔵用トンネル大量のワインの貯蔵には地下の蔵が用いられる。 この地下像を掘るにもトンネル掘作技術が用いられるが、一方、廃道となったトンネルをワイン貯蔵用に再利用する場所もある。栽培用トンネル機の孤島の菌類の栽培には、湿度がいるが日光が不要などの状況があり、廃道となったトンネルを転用している場所もある。山岳トンネルは、多くが、馬蹄型または、卵型の開口部を持つ。鶏の卵が、 縦方向の衝撃、圧力に強い構造であるように、このようなアーチを構成することによって山から受ける、圧力に耐える構造としている。この種のトンネルが並列したものを特にメガネトンネルと称する。シールドマシンによって掘削されたトンネルは、基本的に断面が深淵であるが、シールドマシンの発展に伴い、長方形や馬蹄型などにも掘削できるようになった。 道路トンネルの場合、上部に換気炉、中央部に道路本体、下部に電気回路や排水路を設ける。改作トンネルや新米トンネルは断面が箱型である。トンネル掘削の際、本港と呼ばれる主となるトンネルに並行して、先進港と呼ばれる断面積の小さいトンネルを掘削することがある。先進港は本港に先行して、 掘削を行い、工事中は本校を掘削する際の地質把握や、水抜きとして、開通後は緊急時の避難ルートや、保守通路として、それぞれ役割を持つ。在来工法では、文字通り、先進として、商談面にて、汁部校を掘り、それを切り広げて、本校を掘削する。司法を行いながらの掘削で一本あるいは二本の汁部校をまず掘削し、 その後トンネルの上半部を掘削、シルベ港の四方を取り除きながらの下半部の掘削となる。ジェットファン風の塔は、アクアトンネルの換気口である、応流換気方式の断面図前述の通り、特に道路トンネル内部は排気ガスがこもりやすい構造となりがちであることから、道路トンネルの設計においては換気装置の検討が重要となってくる。トンネル内の換気方法としては、 自動車交通により発生する空気の流れやトンネルそのものを抜ける風を利用して換気を行う自然換気方式と何らかの機械設備を用いて強制的に換気を行う機械換気方式の二つに大分される自然換気方式は特別な装置が不要な一方で適応可能な長さや交通量に制限が生ずる方式であり 一定以上の規模のトンネルにおいては、機械換気方式が採用されることが多い。機械換気方式には、主に以下のような3種類が挙げられる。鉄道トンネルにおいても、走行時に、売園の発生する石炭たきの蒸気機関車が、動力車として使用されていた時代には、トンネル内換気や、売園の誘導が重要な問題となっていた。このため、長大トンネル区間においては、 トンネル天井から垂直に地上部まで縦坑を掘って肺炎を促進するトンネル両端の後方部に強制換気ファンを設置する列車通過後に遮断幕を下ろして肺炎が後方へ流れにくくする等様々な対策が講じられたもっともそれでも勾配区間の長大トンネルでは北陸線柳瀬トンネル窒息事故のように機関車道林に空転が発生し列車の 運行速度が低下あるいは停止した際にまとわりついた、売炎が原因で乗務員や乗客が窒息する事故が少なからず発生した。これは特に商談面の長大トンネルを含む区間で、積極的に電化工事やトンネルの改築工事、あるいは線路付け替えによる改良工事が実施され、また、ディーゼル機関車の導入型より優先的に実施される一因となった。 なお先に触れた、柳瀬トンネル内での事故により順位職者を出していた、鶴ヶ機関区においては、トンネル内における蒸気機関車の肺炎の流れを制御し、乗務員が窒息する、危険性を軽減するための終焉装置と呼ばれる装置が1951年に開発されている。世界で最もトンネルが多い国は中国で、約8600カ所。 総延長約 4375km となっている。うち、鉄道トンネルは6876箇所、総延長約 3670km で、世界一、道路トンネルは1972箇所、総延長約 835km となっている。地下鉄や、水道のトンネルも含めたリストとしては、延長別トンネルの一覧を参照。 日本国内日本以外日本国内日本以外トンネルはその構造から災害発生時や事故発生時の避難行動や救出活動が比較的難しくなる。日本の高速道路のトンネルでは50メートルの間隔で押しボタン式通報装置と消火器200メートル間隔で非常電話が設置されている。また、長大トンネルの入り口には トンネル入り口を信号機や入り口表示板が設置され、トンネル内で火災が発生した際には、赤灯火の信号や、進入禁止火災などの表示が行われるほか、非常停車スペースを途中に確保したり、道路用トンネルに並行して一回り小さい、避難用のトンネルを設けている場合がある。トンネルに設置された、ナトリウムランプトンネル内部の照明は、白色も使用されているが、 オレンジ色に発光する低圧ナトリウムランプの使用が圧倒的に多い。低圧ナトリウムランプはガラス管にナトリウム蒸気を封入した放電灯に使用されるランプで日本で最初に高速道路が作られた時にトンネルの照明に採用されたランプである。オレンジ色の光は波長が長く排気ガスのゴミで拡散されにくく光が 遠くまで届くという特性があり、排気ガスで視界が悪くなりがちなトンネル内部の視認性を向上して安全性を高めている。また、各種ランプの中でも、電気エネルギーを光に変換する効率が高く、ランプ寿命が約9000時間と比較的長いことから経済的であるというメリットがある。その反面、オレンジ色の光は、 炎色性が悪いため赤いものが黒っぽく見えるというデメリットも持ち合わせておりトンネル内の消火栓などは蛍光の赤色で塗装するという工夫により一万一の時の安全を図っているまたトンネルに入った時にトンネル内部の暗さに合わせて人間の瞳の瞳孔が開くまで時間がかかることからトンネルに入った時の内部の視認性向上のために 出入口付近の内部照明の数を増やし、中央部よりも明るくしている。日本では、山の中に、女が入ると、女神である山の神の嫉妬に愛事故が起こるという、迷信が長らく信じられてきた。そのためトンネルや坑道などへの立ち入りは長らく、女人禁制であった。見学者のうち女性のみが拒否され、問題となった例も、多数ある。同様に、 アメリカ合衆国でもトンネル建設現場に女性がいると不幸が起きると信じられていたが1972年コロラド州のアイゼンハワートンネルの建設現場において性別を理由にトンネル内の建設現場から事務仕事に移動させられた女性が提訴したことを契機に精査を理由にした制限等が解消されているまたたびたびトンネルは 階段や都市伝説の舞台になる。トンネル内で工事中あるいは開通後の事故で死んだ人の亡霊が現れるといった類いである。有名なところでは、赤北本線上門トンネルにおいてはいわゆる、タコベア労働が原因であるとして、また、被殺線、大二山の神トンネルにおいてはそこで発生した、乗客歴史事故が原因であるとして亡霊話がしばしば語られる。 トンネルの貫通の際に採取された石を貫通石と、E、安山のお守りとして用いられる。最近では、各高速道路会社などが販売することもある。企業、団体、集団、著名人の長期の業績、状態、売上不振や、スポーツチームの長期の連敗、改定名などを、トンネルと表現されることがあるほか、 野球の失策において野手がゴロを補給できず自分の股の下をすり抜けさせることをトンネルと表現する。ありがとうございます。